はい、どうもこんにちは、コウスケでございます。毎週金曜日はワンダービジョン配信日ということで、本日2月19日は、ワンダービジョン第7話、大志の壁を破ってというね、エピソードが配信されました。今回もですね、特にもう終盤ですから、物語が大きくね、展開していくストーリーとなっておりましたが、今回はですね、このストーリーで判明した新しい事実だったりとか、あとね、考察なんかを、していきたいと思います。毎週恒例ながらですね、この動画はワンダービジョン第7話、そしてね、第7話だけじゃなく、もう全てのね、エピソードのネタバレを含んでおりますので、まだ見てない方ですね、ご視聴の際は十分にご注意ください。今回ワンダービジョン第7話、考察していきたいと思います。ではやっていきましょう。さあ、まずですね、ワンダービジョンのこのね、ストーリーの黒幕っていうのがですね、いよいよ登場しました。その人物は、デン、デン。アガサ・ハークネス。はい。ということでね、もうこれに関してはもう皆さんね、考察してましたし、もう薄々気づいてたでしょう。このアグネスというキャラクターが、実は原作コミックのね、魔女、スカーレット・ウィッチを育て上げた、魔女であるアガサ・ハークネスなんじゃないかと、実際ね、僕もこのチャンネルの中で、9月14日に投稿しました、ワンダービジョンの考察ということでね、多分これ第1回目のトレーラーが公開されて、それでね、アグネスがね、実はまあアガサ・ハークネスなんじゃないかと、アガサ・ハークネス、まあ、このね、文字をそれぞれね、頭文字を取ってもアグネスというふうにしたんじゃないかと、ということで、今ね、この撮影時が、7時ですけれども、19時ですけれども、現在ね、コメントがめちゃめちゃ来てね、大正解でしたってね、コメントもいただきましたけども、一応ね、その9月14日に、投稿しました動画にね、僕も、メッセージ残しましたので、ぜひね、見てくださった方ですね、またメッセージ返していただければ嬉しく思います。まあ、多分他のね、方はですね、アグネスイコールアガサ・ハークネス説は、動画の中で多分僕が見調べた感じではね、アップされていなかったので、もしかしたら自分間違ってんのかなってちょっと不安にも思っちゃいましたが、まあ、ただね、考察が当たって良かったですね。まあ、前回ね、まあ、なんでかちょっとね、自分も疲れてたんでしょうね。もうアガサ・ハークネスは実は黒幕じゃないみたいな話しちゃったんですけど、よくよく考えたら全ておかしいですよね。なんかちょっとあの先週の金曜日はちょっと自分どうかしてたんだと思いますね。もう多分プレッシャーとかいろんなものに押しつぶされてね、なんかちょっとおかしくなってたんでしょうね。コメントご指摘いただいてもね、明らかにこのアグネスって絶対おかしいじゃんと思うんですけども、僕はなぜか前回のね、先週の動画で、いや、アグネスは実は操られてるってね、動画話しましたけれども。まあまあこれも、完全にですね、このアグネスに関しては原作通りアガサ・ハークネス、魔女だったということでね、このワンダービジョンすべての人物、すべてのストーリー、すべてのですね、起きたハプニングですね、すべてに関与したということがですね、最後明らかになりました。なんかね、最後愉快な音楽が流れてですね、この私、アガサみたいなね面白いね曲が流れましたけども、まあワンダービジョンね、これまでオープニング曲が流れたりしていましたが、実は今回ワンダービジョンの黒幕、そしてまあワンダービジョンのストーリー全てを構成したのはアガサ・ハークネスだということでね、主演アガサ・ハークネスという文字も出てきましたが、問題を起こしたのは誰だと、全てはアガサの仕業よと。でね、このドラマのタイトルがですね、アガサ・オール・アロングっていうね、まあこれがドラマのタイトルなのかちょっと分かりませんが、トロップで表記も出ていましたので、全てアガサの仕業というね、これは第3話ですかね、ワンダとビジョンがマジックショーを開いていた。でね、そのウサギを用意したのもね、実はアグネスだったり、アグネスのね、夫とされていたハーブですね。この人を操っていたのも実はアグネス。そして、エヴァン・ピーターズ演じるピエトロをこのね、世界に持ってきたのもおそらくアグネス。ピエトロがね、出てくる瞬間ですね、後ろで、アグネスがですね、放った、紫色のね、ほにゃほにゃーってやつが出てきたんで、実際ね、前回第6話で、車の中でね、ビジョンと話すシーンも実際ですね、アグネスは思いっきりね、動いていて、お化粧直しみたいなしてましたけれども。そして今回第7話のフェイクドキュメンタリーの監督もアガサだったということですね。そして第4話かな。双子のね、子供たちから子犬、スパーキーを奪ったのもアガサだったと。アガサが実はね、私がスパーキーを殺したのよっていうね、セリフが、飛び出したりもしましたけども、まあ、全てですね、まあ、僕らの考察の通り、実は全てね、裏でアグネス、アガサ・ハークネスが絡んでいたということでございます。おそらくね、双子の子供を出産させたのもおそらくアガサ・ハークネスでしょうし、今回ですね、地下室に行って遊んでるかもよっていう風に言ってね、アグネスが、ワンダをね、下に行かせましたけども、それも結局ね、すべてアグネスが作ったものであり、双子をね、預からして、モニカとね、ワンダの仲介に入って、自分の家にね、呼び出したのもおそらくアグネスだと。すべての物語の裏でですね、アグネスが存在したということでございます。おそらくなぜね、正体を明かしたのかと、おそらくね、今回の第7話でですね、全体的にワンダがもう完全に病んでしまってるというか、もう完全に闇に落ちてしまったみたいな感じがありますよね。情緒また持ててないし、モニカがですね、
ね、ワンダをなだめようとしますが、力を使ってですね、攻撃したいということで、完全にワンダもですね、もう自身を保ててない状況になるということで、それもね、アグネスのね、思い通りと、ワンダをね、徐々に壊していくことによって、自身のね、企みっていうところをですね、解決しようとしてるんじゃないかということでございます。まあ、まず一つですね、第7話で明らかとなったのが、アグネスの存在であると。アグネスの正体が、検索コミック通りアガサ・ハークネスだったということでございます。そしてもう一つですね、ワンダが地下室、アグネスのですね、拠点みたいなね、まあね、魔法とか魔女をね、テーマにしたドラマとか映画ではね、よく出てくる、もう木が生い茂ったね、屋敷みたいなところですよ。ホーンデッドマンションみたいなね、ところが出てきましたけども、そこでですね、何やら書物、魔術書みたいなね、ものが登場しました。まあ、実際ね、魔術書といえばですね、ドクター・ストレンジとか、そしてね、エージェント・オブ・シールドと、ランナーウェイズで登場した、ダークホールドっていうね、書物が登場しました。もうおそらくですね、魔女系魔術書っていうのはですね、まあ、魔法につながってくる魔法のキャラクターがね登場すると、まあ、必ず出てくるね書物ですけども、あれは果たしてダークホールドだったのか、はたまたドクターストレンジで一瞬でも登場したね魔術書なのかもしれませんが、マグネスがですね本当の魔女なのか、はたまたねああいった書物を使うことによって力を得た、まあ、偽のね魔女なのかもしれませんが、まあ、MC にはですねドクターストレンジみたいなねソーサラースプリーム以外でね魔女が登場するとは思えませんし、まあ、実際ねカエシリウスとか、まあ、闇の魔術書を手にして闇の力を手に入れたっていうねキャラクターもいますので、おそらくあのアグネスのパワーの源はねあの書物であることには間違いないと思いますが、あの書物は一体何なのか、実際ねドラマの方に登場したダークホールドにはですねインヒューマンズを全滅させる方法が書いてあったりということで、まあエヴァンゲリオンっていうところの司会文書みたいな感じですかね、まあ、この世の全てを記載されている書物っていうのがですねエージェントオブシールド、それとは一応別物というふうに言われていますが、同じねダークホールドっていう書物がランナーウェイズでも登場しました。まあ、実際ランナーウェイズもねシーズン3ではですねモーガン・ルフェっていうねまた別の魔女が登場しましたが、この全てが繋がってたら面白いですよね。ただまあ表紙的にダークホールドではないと思いますので、単純に書物が違うだけっていうのがね、まあ、考えやすい理由ですよね。まあアグネスの力っていうのもおそらくあの書物あのね魔術書に繋がってるんじゃないかというところです。そしてですね、一点、まあ、気づいたところというか、これもしかしたらコメントね、を書いてくださる方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったんで、まあ、一応ね、ご紹介しますが、冒頭3分半ですかね、にですね、おはよう皆さん、こちらは、WNDA、おそらくワンダのね、頭文字を取った、まあ、ラジオ局、まあ、このベストビュー唯一のラジオ局っていうのがですね、配信されてる、まあね、音声が流れるわけなんですが、これね、日本語吹き替え版で見た方はですね、このラジオ局のですね、声がまあ聞こえないと、まあ、僕の耳がおかしいのかもしれないんですけども、まあ、聞こえなかったんですね。で、これなんだろう、これワンダが頭の中でね、これなんか流してるのかなと、まあ、ワンダのそのテレキネスみたいなのを使って街中に流してる、まあ、ただこのね、家では聞こえないっていうね、いう風な描かれ方なのかなと思ったんですが、音声をね英語でしてみるとしっかりね男性の声でラジオが聞こえてるので、吹き替えをね作るにあたってこのラジオ局の声っていうのはですね、まあ、流さなかったのか、まあ、音の関係で流すことができなかったのか、なので、まあ、ワンダの頭の中で流れてる音声なんじゃないかって思ったんですが、そうではなく実際ね、言語の方では普通に流れていました。これ一つね、まあ、僕は一応ね検証というか、まあ、気づいたところだったので、動画の中でご紹介しました。そしてですね、今回この第7話、全体的な映像ね、技法としては、前回第6話のですね、中でご紹介しました。実はね、第6話でも結構なご指摘いただきましたが、僕は動画の中で、マルコム・イン・ザ・ミドルっていうね、ドラマ、そしてですね、まあ、日本でも一応ネットフリックスでね、現在配信中の、モダン・ファミリーですね、これがフェイクドキュメンタリーを意味してるんじゃないかっていうね、ご紹介しましたが、ちょっと先走ってね、第6話の方でご紹介してしまいましたが、今回第7話こそですね、この、モダンファミリーというですね、フェイクドキュメンタリー。まあ、このね、家族、ドラマに登場する家族が、テレビカメラがね、取材に入ってるかのようなですね、ドキュメンタリーなんじゃないかとね、思わせるような技法、まあ、フェイクドキュメンタリーというね、ものを使った技法が今回第7話でした。まあ、実際ね、ワンダと、そしてビジョンとアグネスとか、そしてダーシーもね、今回、まあ、インタビューに登場するといった形でですね、まあ、これが今回第7話のですね、日本語タイトルでもある大志の壁を破って、この大志の壁を破ってっていうね、そのタイトルこそ、ワンダビジョンっていうドラマにも関わらず、なぜかですね、出演者たちが実際のね、カメラに向かって喋ってるような、これって本当にドラマなのっていうね、まあ、デッドプールとは違ったまた大志の壁のね、破り方っていうのをしてるわけですね。なかなか日本でもね、こういったフェイクドキュメンタリー風のドラマってあんま見かけない
ないですよね。まああるんでしょうけれども、まあ、これもなんかアメリカらしいというか、まあ、なんかいろんな技法を使ってね、視聴者たちを楽しませてくれる、まあ、そういったねテレビの使い方っていうところがねアメリカはうまいですよね。まあ、今回ですね、ワンダービジョンのドラマの中はですね、まさにまモダンファミリーといったですね雰囲気が漂うドラマでございました。Each other, tears in our eyes from the words we said. Yeah.